どうも、おはこんばんにちは。シビハチくんこと、シビック FK7 ユーザーの、カタリストです。新シリーズ、始まりました。今シリーズのテーマは、シビック&ガレージカーライフを楽しもう、と題しまして。こっち編の時と違うじゃないか。誰も覚えてないからいいんじゃない?5本。今回からは、シビック FK7 用ガレージを建てる。というその完成までのプロセスを、一つ一つ要点を押さえながら報告しつつ、ガレージにまつわる、あれってどうなの?これって大丈夫なの?などという疑問点にも触れながら、もしこれからガレージについて考えてる方がいれば、当チャンネルなりにお役に立てる情報を提供できればいいな、と、そんな感じで考えております。シビハチ、カッコ車、カッコ閉じ、の話は、カッコは読まなくても、もちろんしますよ。メインストリームでガレージの話を進めながら、その時々で、シビックや、他の車に関しても挟んでいこうと思いますので、ガレージにはそんなに興味ないんだけども、って人も安心して、ご覧いただければと思います。むしろお願いいたします。です。それでは本題に参ります。今回はプランニングから決定までを、かいつまんでお話ししますね。まず、きっかけは、愛車シビハチくんを、トリフンから守りたい、というものでした。それならカーポートでも良いのでは?と思ってた時期もあったのですが、どうせならしっかりと囲って、風やホコリ、紫外線対策、そして防犯対策もできるガレージを建て、その上で何か新しいライフスタイルを模索したい、ということでガレージになったわけです。建てる際の、心配事はなかったの?それが、しっかりありました。まずは予算面。ガレージといっても、いろいろあるよな。よく見るようなものから DIY したようなものとか。ってそれは不器用だからないか。今回は大手メーカーの既製品ベース、で、お話をさせていただきたいと思います。それぞれピンキリとありますが、ガレージとカーポートの、その価格差は、約3倍から8倍ぐらいになると思います。結構違うな。普通に、屋根だけのカーポートであれば安価で済む場合も多いのですが、私のように、横風対策もしたい、となると、オプションのサイドパネルを、3方向付けたそう、みたいになるので、それだと価格差がかなり縮む傾向のようです。ものによっては、カーポートの方が高かった、みたいな話もあるようね。まあですから、出資額はいきますけど、対費用効果、立てて終わりじゃない使い道、などを考えたときに、なんとか用意できる予算でガレージがいけるんじゃないかと、そういう判断になりました。まあ、新車が1台買えそうなぐらいはいくけどな。そこは、シビハチくん、シビック FK7 への、1年の感謝を込めた、愛情、なわけです。シビックはリースだから5年は乗ることが前提だしね。あ、ちなみに、車は法人リースですけど、ガレージは自前ですよ。そりゃそうだろ。他に、建てるのはいいけど大丈夫かな?という懸念もありました。どういうこと?敷地の使い方問題です。まず、建設予定地が、2つの土地をまたぐようなスペースになるので、そもそもそういった建て方が可能かどうか、という懸念が一つ。そこは結果的に問題なかったわね。次に、その土地の一部は会社の駐車スペースとしても使っているので、ガレージを、自分の欲しい大きさで希望した場合に、従業員の使用の邪魔にならない位置と、サイズで建てられるかどうか、という点。これはギリギリまで悩んでたけど、業者さんと何回も採寸して検討を重ね、いけるんじゃないか?とゴーサインに至りました。今回は何かと結構慎重だったよな。そりゃあ、ねえ。こっからさらに少し硬い話になりますが、なるべく柔らかくいきます。どっちだよ。どうせ主さんは、小難しい話ができないタイプだからね。ただ、これに触れないと、ガレージ建設については手落ちになると言いますか。お役立ち情報にもならないので、簡略的ではありますが、説明させていただきます。区や市町村に建設確認申請をする。
ガレージは完全に建設物扱いになりますので、公的な申請をします。難しい話をはしょれば、要するに、基礎の作り方によってその工事費用にプラスして申請費用や後の税関係が決まるのですが、変な抜け道を探したところで後のリスクの方が高いので、ここはしっかり布基礎をコンクリで打って、確認申請を通し、検定率もクリアにし固定資産税を払う、という風に覚悟を決めることを私は選択しました。後でつつかれて、撤去しろとか、まして脱税扱いになったら、目も当てられないもんな。特に自分の住んでる地域は、都市計画法で定められた市街化調整区域。詰まるところあまり自由度がない地域になるので、無断で進めるようなリスクや後の面倒は避けたかった、というのが本音になります。他にも防火区域に該当すると、建築物の面積に関わらず建物とみなされるなど、一般的なケースと違う場合もあるので、自治体と必ず連携して話を進めましょう。確認申請自体は、通常設計事務所や施工会社が行います。そこは一安心、か？業者によっては、きちんと布基礎を選択し、申請の代行を頼むと、眉を潜める場合もありますが、しっかりやってくれるところを選んだ方が良いでしょう。ちなみに、カーポートの場合は、壁がなく外気を遮断しないので、固定資産税がかからないケースが多いようです。詳しくは役所か外交の専門家にご相談ください。で、結局その辺の法的ハードルは、スムースに越えられたの？それが結構難儀したみたいで。やはりうちの地域の自治体はお堅くて、土地全体の図面や過去の書類、データを何回も提出させられたりして、業者の営業担当さんは、毎日のように役所と現場を往復して、写真を撮って提出したりと、かなり苦心してくれました。市街化調整区ってのがな、農家さんを守るのは良いのだけどね。半世紀近くほぼ風景変わってないから。ノスタルジックになるまでもなく、今も存在する昭和原風景。田舎の特権ね。皮肉。ただそういう経緯があったから、なおさら、担当さんには、信頼して後々も任せることができましたね。まあ固い話はこれくらいにしましょう。さて、ガレージの話は一度横に置いといて、シビックの現状の話をしましょう。現在は納車から17ヶ月となりまして、総距離は1万8000キロになりました。その間、大きなトラブルはなし？もちろん無故障無事故無違反。と言いたいのですが、まさか？故障はないのですが、次回更新時も、ゴールド免許、では、なくなってしまいました。何やらかしたんだ？誤差路での、右折進入禁止違反です。初めての道だったからね。しかもその後、まだあるのか。とある飲食店駐車場で、お店の所有者のサイドと、シビハチくんの、左前バンパー、を擦ってしまい、対応してくれた方は、とても優しい方で、近々廃車にするからいいですよ、と、許してくださいましたが、大感謝ねー。シビハチくんは、もちろん初めて、板金修理のお世話、プラス、部分コーティングし直し、という手順を踏むことになりました。優しさに触れ、車も綺麗に直ってるとはいえ、人間はだいぶショック受けてたわね。相手様へのお詫びの気持ちはもちろんのこと、そこの、車への申し訳なさ、が、ガレージの話に繋がってるのは、一部、間違いないところです。シビハチ、歌詞を作る。まあその他、シビックと一年付き合って感じたことは、とにかく楽しい時間をありがとう。ってことですね。運転がほんと楽しいし、快適よな。遠出の機会も増えたし、何より出会いがあったわね。シビックを通して、車好きになって、いろいろな動画なども見るにあたり、視聴者さんと SNS で盛り上がったり、有名ジャーナリストさんのライブやイベントにも参加して、それが今や、夫婦や家族ぐるみの、週末の楽しみ方の一つになったのが、シビハチくんに、本当に感謝してるところです。足を向けて寝れないと。だからガレージを建てちゃうのね。イエス。
ガレージは君に決めた。過去に、愛車シビック FK7 が、今の自分に本当にちょうどいい。予算的にもデザインや走りでも、ちょっと攻め気味。背伸びできた上で、かつての車への憧れを凝縮したような、それでいて無理なく乗れるベストマッチ的な存在、だとは述べたことがありますが、ガレージにもそのあたりの、夢と理想の絶妙なバランスを求めて、というところで決めたのがこちらです。稲葉、アルシア。いやーい、かっこいい。自分で言ってら、シビックを決めて以来ずっと、脳内お花畑よね、この人は。だって、ガレージって男の夢って言うじゃないですか。だったら、ちょっといいとこ行きたいな、って。最初はもっと上を狙ったらしいぞ。リッチルのスタイルコート、ね。そう、これも相当にステキング。だったんですが、かなり予算がオーバーしそうなのと、存在として華やかすぎるかな、と。確かに、これは所有してる車や、立ってる家、周囲の雰囲気もマッチしないと、浮いちゃいそうよね。近隣が田んぼと昭和風景じゃなぁ。うまく融合できれば、それもありかと思ったのですが、まあ無理でしたね。結局は予算が。その辺、アルシアは、見た目と予算のバランスが、良い商品よね。そうなんです。稲葉には、ガレディアという廉価タイプもあるのですが、一つ、おしゃれ感を上手に出した人気タイプがこの、アルシアでして、他のメーカーさんにも惹かれたものはありましたが、最終的には、業者の営業さんが提案してくれたのもこちらだったので、本筋では決めておいて、あとは使い方のイメージなどのシミュレーションをした上で、敷地の占有面積、サイズもちょうどよく、こちらに最終決定しました。詳しいデザインや内外装については、次回以降触れていきます。ここで気になるのがお値段ですけども、おいくらなのかしら？ガレージ商品代、基礎と申請費用など合わせて、170万といったところです。お安い。実は、発注時点で、数週間後には原価の値上がりが決まってたので、これでも割引は効いています。滑り込みセーフだったのよね。今はそんな世の中だからな。本当は、納車1年のタイミングで、建てたかったのよね。バースデープレゼント的に。いろいろあって後手は踏んだけど、今はこのタイミングで良かったと、思っています。春は忙しすぎて無理だった、と。そんなわけで、新シリーズ一発目の今回は、ガレージ計画スタート段階の、プランニング矢印決定とその手続き、について触れてみました。お役に立てる情報はあったかしら。申請とか、税金については、しっかりやらないと後悔するからな。次回は、基礎工事に入った様子と、並行して進めているとある工事、について話しつつ、シビックの、現在の内外装について、触れてみたいと思います。今回より楽しい回にしたいよな。いよいよ現場作業も始まって、楽しみね。そう思ってくださる方が、一人でも多くいてくださることを祈って。それでは、最後までご視聴、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お願いします。